こんにちは、片付けコンサルタントの高木幸子です。今回はカインズのフライパン皿ラックと無印良品のアクリル棚を使って、この食器棚を整理していきたいと思います。整理というか使いやすくしていきたいと思います。小さな食器棚に5人分の食器を入れようとして、こう重なってしまうものがどうしても多くて、すると下にあるお皿がすごく取り出しにくくなってしまっているので、このラックを使って使いやすい食器棚に変えていこうと思います。無印良品のアクリル仕切り棚は、なんといってもこの透明感が美しいシンプルな形ですよね。全く同じ大きさなので上下に2段重ねるということはできません。下2段置いて上に1段乗せるとかいう使い方になると思います。カインズのラックの方は2段組で598円税込みで、ほぼ無印良品と同じ値段です。こちらはこの2個組が高さもちょっと微妙に違っていて、幅もちょっと微妙に違うので、2段こう上下に重ねることができます。でそのためにこのジョイントフックっていうんですかね、滑り止めなんか止められるようになっていて、上下に重ねたところを止めたり、この2段並べた時に動かないように固定することもできます。並べるとこんな感じです。変えたい棚の食器を全部出したいと思います。特に奥のものが取り出しにくかったので、こう奥にこうセットしたいのですが、こちらがカインズの棚で、こちらが無印良品の棚です。25センチのお皿だとカインズの棚の下にも入るし、無印良品の棚の下にも入ります。27センチ、これは27センチのお皿なんですけど、無印良品の棚の下には入らないです。そして カインズの棚には入るのかと思ったら、まあ入るんですけど、こう下のここが当たっちゃうんですね。お皿にもよりますかね。まあ上に乗せる分には27センチ2つとも安定しますね。25センチのお皿をカインズの棚に乗せるときは、ちょっと大きめのお皿だと、この段があるんですよ。この縁のところというんですかね、上の段の縁のところにちょっと段差があって、ちょっと斜めってしまうことがあります。で、20センチのお皿だとちょうどよく収まりました。27センチのお皿を乗せた場合、こんな感じになります。20センチだとこんな感じ。27センチだとカインズの方はちょっと斜めっていて、20センチのお皿を乗せるとカインズはぴったりで、無印良品の方はちょっとなんかこう空いてしまうというか、なんかちょっともったいない、これ1枚ではもったいないかなっていうような使い方になります。見た目は断然無印良品の感じの方が好きなので、ちょっとこう白くてね目立ってしまうので、ここの棚には無印良品の棚を入れていきたいと思います。あまり使わないものを奥に、よく使うものを上に、
このお皿がすごく触っていて取りにくかったので取れるようになって嬉しいです。上の棚も無印のアクリル棚を言うと思ったらちょっとサイズが合わなくて、ここにカインズの方の棚を仕込んでいます。で、こんな感じ。まあ、もともとここの段はそんなに選ぶというよりかはまとめて出すっていうものが多かったのでこんな感じかなと思います。とここですね、ここの棚はこれどれも結構使うのに全部重なっていて使いづらかったのでここに棚を仕込みたいと思います。無印良品の棚はうちのここには入らないので、微妙。これが使いやすくなるのはいいけれども、ちょっとあの土のあまり使わないお皿はちょっと一番上の方へ。うん、こんな感じで私のものもすぐ出せる。こんな感じになりました。よしよし、ビフォーとアフターを比べてみても写真だとそんなに変わらないかなっていう感じがすると思うんですけれども、使い勝手はもう格段に良くなりました。今までこう取り出しにくかったから出番の少なかった食器がよく使えるようになったし、よく使っていたけど出しにくかったっていうものがすぐに取り出せるようになって、本当にとても使いやすい食器棚になって良かったです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。チャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。ではまた。